テーピングを巻く前にまずアンダーラップから巻いていきます。アンダーラップを巻く意味は、汗でテーピングが剥がれるのを防ぐ、皮膚との摩擦を防ぐ、またテーピングの効果がむしろ長持ちするという意味でアンダーラップを先に巻いていきます。アンダーラップを巻く向きは、引き出す方を下に向けます。巻き方のコツは、転がすように巻いていきましょう。引き出しすぎるとアンダーラップにシワが寄ってしまいます。緩めすぎるとアンダーラップがたわんでしまいます。もしアンダーラップにシワが寄って丸まってしまった場合は、丸まった場所をつまんで剥がしてください。そうすることで段差がなくなって、上からテーピングを巻くことが可能になります。アンダーラップを巻いたら、次はアンカーテーピングを巻きます。場所は外くるぶしから握り拳1個分離れたところに、まず2本巻きます。